11月20日米中経済安全保障検討委員会は議会に対し2013年年度の年次報告書を提出しましまた委員らは中国共産党の新指導部が推し進めている改革は掘り下げ不足でその上実現すれば困難が次々と重なるとの見方をしています。 報告書では、中国の軍事力拡大及び香港に対する政治的介入と中大政策についても注目しています。ワシントンからの報道をご覧ください。米中経済安全保障検討委員会が発表した最新報告書は、中国共産党新指導部の発足が米中関係に与える影響に注目しています。報告書は、 国有企業は依然として改革に対し逃げ腰で競争で不公平な優勢を得ていると指摘しています中国のビジネス環境では外国企業に対し不利な状況が続き経済改革の実現は困難を極めているとの見方がされています先日閉幕した第18期3中全開については委員たちは発表された内容が意味のないものであると述べます At least at first blush, it seemed like a uh, you know a very political document where you're trying to uh, make many different uh, different constituencies happy they've proposed uh, I, I would say largely baby steps in many respects which is uh, uh, a, gra a gradual approach so I don't think uh, you know she is quite the strong man that uh, the press gave him credit for uh, I, I don't think he I think he's still got to negotiate. 報告書はまた中国共産党の軍事拡張はアジア太平洋地区のパワーバランスを変化させていると指摘米議会には海軍の艦船製造に援助し国防省の2020年前に60%の戦艦をアジア太平洋地区に配置する計画を実現させるべきだと提案しています。 一国二制度下にある香港については、中国当局が承諾した行政長官と立法会の普通選挙の実現に否定的な見方を示しています。また、香港に対する政治的介入をさらに強化し、報道の自由を制限し、警察を増員して抗議活動に対する監視を強めていると伝えています。 委員会は米議会に対し香港の現状に注目することを提案しています台湾との関係については中国は台湾に対し引き続き経済政治軍事力の不均衡を求め最終的に台湾を統一するものと見ていますまた台湾はアメリカのアジア太平洋再均衡戦略における役割が明確ではないと報告されています 美中经济与安全审查委员会成立于两千年，每年就对华政策向国会提出报告。今年的报告共分为三部分，包括美中经贸关系、中国对美国安全利益的影响，以及中国和世界的关系这三部分。这是新唐记者王凯迪，美国首都华盛顿报道。这是新唐记者这新唐<对><对>报道。听到为什么？哦 当地百姓拥护的。有人说他<识>是专制政治的，正处于危险期，皇权大于家法。